電話などの応対で声や言葉の輪郭がはっきりしないと悩んでいる方、もしかしたら日本語のあいうえお5つの母音をしっかりと発音していないためかもしれません。日本語のあいうえお、正しい口の形を今からお教えしますね。まずあはしっかりと口を大きく開けます。あ、そしていは口の端を思いっきり横に引っ張りましょう。い、うは口を丸くすぼめて前に出します。う、えは笑顔のえと覚えてください。え、そしておは丸く口を前に出すイメージです。お、あいうえを順番にやってみますね。あ、い、う、え、お。日頃からこの母音の口の正しい形を意識して話すようにしてみてください。